西口康夫は、日本の実業家。京セラ社長、会長、CEO を歴任。大阪府堺市出身。1972年、大阪教育大学大学院修士課程修了。日本計算機を経て、1975年、京都セラミツクに。1987年取締役。常務を経て、1992年、代表取締役専務。 1997年、代表取締役副社長を経て1999年6月、代表取締役社長。2000年、ケセラミタ株式会社代表取締役、会長。2001年、京セラコミュニケーションシステム株式、会社代表取締役会長。株式会社、対等取締役会長。2003年、京セラ代表取締役、社長兼執行役員社長。 京セラ近籍株式会社取締役会長2005年6月京セラ代表取締役会長兼 CEO2006 年4月京セラ取締役相談役2007年株式会社ハンディ代表取締役社長同志社大学大学院総合政策科学研究科総合政策科学専攻技術革新的経営研究コース博士課程入学 2009年度終了、博士、同志社大学大学院ビジネス研究科客員教授。2008年から2011年まで、富士通マイクロエレクトロニクス株式会社株式会社、取締役。2011年から、株式会社総礼代表取締役、コバレントマテリアル株式会社社外取締役。2012年から、長瀬産業株式会社社外取締役。 株式会社椿中島社外取締役、2013年から一般社団法人日本電子デバイス産業協会副会長株式会社全商ホールディングス非常勤取締役、2014年から株式会社有信世紀社外取締役、2014年10月設立予定のシステム LSI 開発設計新会社社長に内定。ありがとうございます。